じめまして、長津久留美です。日本から来ました、21歳です。毎回違う航空会社の面接があるために、クルーラウンジは面接対策授業を開いてくださいました。私は毎回その授業に参加して、その航空会社の面接でどのようなプロセスがあるか、どのような服装をしていったらいいか、どのような姿勢で臨んだらいいかなどをたくさん学ぶことができました。そのおかげで十分に準備をして面接に臨むことができました。とても感謝しています。私はコロナの影響もあって数ヶ月日本でオンライン授業を受けてから実際にマレーシアに渡航しました。実際にマレーシアに来てからはカリム校長先生はじめ、ミミやさまざまなトレーナーの方、そして現地の生徒もまるで家族のように受け入れてくれたことにとても感謝しています。私を温かく迎えてくれたクルーラウンジのみんなにはとても感謝しています。ここを離れるのはとても寂しいですが、客室乗務員になれることがとても楽しみです。飛行機の中で会いましょう。